キルや技術が身につけば自由な働き方や高単価を目指せるプログラミングスキル。でもプログラミングのスキルっていろいろあるけど、何を学べばいいの？需要の高いプログラミングスキルって何があるのかな？このような疑問を持つ人もいるのではないでしょうか。需要の高い5つのプログラミングスキルについて詳しく見ていきましょう。それぞれスキルの概要、詳細、具体的に必要なプログラミングスキル、スキルを活かせる求人情報の例に分けて解説しているので、ぜひ最後まで動画を見てくださいね。この動画が参考になったらチャンネル登録とグッドボタンを忘れずに。こんにちは。今回のテーマは、実は需要の高いプログラミングスキルについてです。プログラミングスキルは身につければリモートワークができたり、高単価の案件を目指しやすいスキルです。ただプログラミングのスキルといっても、何を学べばいいか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。この動画を見れば需要の高い5つのプログラミングスキルを知ることができます。まずは需要の高いプログラミングスキルの定義について最初にお伝えします。今回は以下2つの条件で調べてまとめています。需要の高いプログラミングスキルの条件。現時点で大手求人サイトの需要が高い、トレンドや求人情報から見ても将来性が高い、つまり現時点で需要があるか今後も需要があるかの2点です。この2つの条件で需要が高いプログラミングスキルは次の5つ。1、サーバーサイド開発スキル。2、クロスプラットフォーム開発スキル。3、API、アプリケーションプログラミングインターフェース開発スキル。4、IoT、モノのインターネット開発スキル。5、AI、人工知能開発スキル。一つずつ詳しく見ていきましょう。一つ目のスキルはサーバーサイド開発スキルです。アプリケーションを開発するときは、フロントエンドとサーバーサイドに役割が分かれています。言葉だけだと分かりづらいので、図にすると次のようなイメージです。アプリケーションの画面周りを開発するのがフロントエンドで、フロントエンドからこの情報を送ってと言われてデータを返す処理を作るのがサーバーサイドです。サーバーサイドで必要となるスキルは主に次の6つ。 Web 関連の基礎スキル、サーバーサイドのプログラミング言語を扱うスキル、 Web フレームワークを使った開発スキル、データベースの知識や SQL のスキル、フロントエンドと連携できる開発スキル、サーバーの操作ができる Linux の知識。スキルが多くて驚いた方もいるかもしれませんが、これらのスキルはオリジナルの Web アプリケーションを開発すれば経験のできるスキルなので、独学でも少しずつ学ぶことは可能です。次にサーバーサイド開発スキルの求人情報を見てみましょう。今回は求人サイト Indeed にある案件の中から2件調べてみました。検索条件は以下の4つです。検索条件、キーワード、サーバーサイド、年収500万以上、雇用形態、正社員、勤務地、東京都。他のスキルの案件を紹介するときも、年収、雇用形態、勤務地は同じ条件で案件を紹介していきますので、スキルによっての相場感を知りたい方にも参考になると思います。では早速案件を見てみましょう。1件目はゲーム・エンタメ業界のサーバーサイドエンジニアの案件です。ゲームの安定稼働に必要なサーバーサイドの処理を設計・開発するお仕事です。 Java、PHP、Go 言語など開発に使うプログラミング言語はいろいろあるようです。またデータベースも PHP でよく使われる MySQL や機能が豊富な PostgreSQL などがあります。応募の条件としては、 B2C 向けの Web 開発の実務経験が3年以上あれば問題なさそうです。今別の業界にいるけどゲーム業界も興味あるなといった方でも良いのは嬉しいですね。気になる年収は、年収400万から1000万円となっていました。最低年収が400万となっており、経験によっては1000万にも手が届きそうですね。2件目は IoT 製品を扱うサーバーサイドエンジニアの案件です。こちらも仕事の内容を見てみましょう。孫チャンネルと呼ばれる、おじいちゃんと孫をつなぐ IoT 製品などを扱うサービスのサーバーサイドエンジニアを募集しているようです。開発環境や使用する技術は次のようになっていました。業務スピードが求められる現場に最適な Ruby や、機械学習の基盤システムの開発がしやすい Python などのプログラミング言語を扱うようです。
応募の条件は次の7つ、 AWS などのクラウド環境を利用したウェブアプリケーションの開発経験だけでなく、セルフスターターな方とも書かれていますね。セルフスターターな方とは、周りから言われる前に自発的に行動できる積極性のある人という意味です。気になる年収は600万円から1000万円となっていました。業界や業務の内容は違いますが、1件目よりも最低年収が高めに設定されていますね。このようにサーバーサイドエンジニアには様々な案件があります。公開されている案件に限りますが、年収ごとの案件数の違いを見てみましょう。年収300万以上だと1430件もありますし、700万円以上で見ても240件以上の案件があります。サーバーサイドエンジニアに求められるスキルを身につければ年収の安定が見込めそうです。ここまでがサーバーサイド開発スキルについての解説でした。2つ目のスキルはクロスプラットフォーム開発スキルです。クロスプラットフォーム開発スキルとは、複数のアプリが作れるクロスプラットフォームを使った開発スキルのこと。具体的に言うと、次のような技術で開発できる人のことです。Unity、Xamarin、React Native、Flutter。例えば、Flutter でプログラミングをした場合は、次のように iOS、Android、Web サービスの3つのアプリに変換も可能です。クロスプラットフォーム開発スキルで必要となるのは、主に次の4つのスキル。クロスプラットフォーム開発ツールの使い方。クロスプラットフォーム開発ツールで使えるプログラミング言語の知識、データベースの知識や SQL のスキル、開発するアプリケーションの知識、先ほど紹介した Unity、Xamarin、React Native、Flutter などの技術を使ってクロスプラットフォーム開発するスキルが必要です。加えて、実際にアプリケーション開発するときに必要なデータベースや開発するアプリケーションごとの知識が必要となります。次に、クロスプラットフォーム開発スキルの求人情報を見てみましょう。先ほどと同様、求人サイト Indeed にある案件の中から案件を2件調べてみました。1件目は iOS 向けのアプリケーション開発をするフラッター案件です。こちらも仕事の内容を見てみましょう。アプリケーション開発チームの強化に合わせて新しいメンバーを募集している案件のようです。開発環境や使用する技術は次のようになっていました。 iOS アプリ開発が主軸となるため、 Swift でアプリ開発する技術が必要となりそうです。応募の条件は次の4つ。 iOS アプリ開発が基本となるので、やはり Swift の実装経験は必要なようです。またクロスプラットフォームの Flutter 経験があるとさらに優遇となるようですね。気になる年収は430万から730万円となっていました。フラッターを推進していることもあり、経験があれば高年収を目指すこともできそうです。2件目は Unity を使ったゲーム開発案件です。こちらも仕事の内容を見てみましょう。スマートフォンだけでなく、ブラウザゲーム開発などがあります。クロスプラットフォーム開発ができる Unity だからこそ技術が活かせそうですね。開発環境や使用する技術は次のようになっていました。Unity プラス C シャープでゲーム開発するスキルだけでなく、ブラウザゲームで HTML5 なども使うようですね。またサーバーの開発などで LAMP と呼ばれる Linux、 パソコンの OS、 Apache、 ウェブサーバーソフト、 MySQL、 データベース、 PHP、 プログラミング言語の知識が必要となることも。応募の条件は次のようになっていました。何かしらのシステム開発の経験さえあれば、条件としては問題なさそうです。追加で Unity などで自作アプリを作った経験などがあれば応募できそうですね。気になる年収は400万から720万円となっていました。先ほどとほとんど変わりませんが、最低年収が400万以上なのは嬉しいですね。このようにクロスプラットフォーム開発スキルには様々な案件があります。フラッターと Unity の年収ごとの案件数の違いについても見てみましょう。案件の数でいうと、最初に紹介したサーバーサイドエンジニアと比べてフラッターの案件数はそこまで多くないですね。ただ年収400万から700万までのものが多く、高年収は目指せそうです。続いて Unity についても見てみましょう。フラッターに比べると案件数は多いですね。800万以上も100件以上あるので、高単価は目指しやすいかもしれません。ただそれと同じくらい、30
300万から500万ぐらいの層が厚いので求人倍率は高いかもしれませんね。このようにクロスプラットフォーム案件は数も多いですし、高年収も目指せます。ここまでがクロスプラットフォーム開発スキルについての解説でした。3つ目のスキルは API アプリケーションプログラミングインターフェース開発スキルです。 API アプリケーションプログラミングインターフェース開発スキルとは、ソフトウェアの機能を共有できる API と呼ばれる機能を開発利用できるスキルのこと。一からすべての機能を作るのは当たり前ですが時間がかかりますよね。でも API ですでに作られている機能を使えば開発にかかる時間を抑えることができます。わかりづらいので例えを出しますね。例えば上映されている映画の情報を紹介するウェブサービスを作ろうと思ったとします。この時上映されている映画の情報を自動で取得する機能を作るのはとても時間がかかります。しかし上映されている映画の情報を取得できる機能が API で公開されている場合は、 API を使えば時間がかかりません。このように効率的に開発できる API を利用したり開発できるのが API 開発スキルです。ちなみに API については別の動画で詳しく解説しています。詳しく知りたい方は概要欄にある動画をご確認ください。 API 開発に必要なスキルは主に次の4つ。 Web に関する基礎知識、 HTML、CSS などに関するスキル、 API を利用して開発するスキル、 API を開発するスキル、 Web 上で利用できるようにするため Web の基礎や HTML、CSS などの知識は必須です。また API を実際に利用した開発スキルや API そのものを作るスキルも必要となるでしょう。次に API 開発スキルの求人情報を見てみましょう。先ほどと同様、求人サイト Indeed にある案件の中から2件調べてみました。1件目はウェブマーケティング、ネット広告関連のフロントエンドエンジニアの案件です。こちらも仕事の内容を見てみましょう。音楽、ゲーム、日用品などのプロモーションサイトやメディアなどに関わる仕事が多いようです。その中で API の開発をする機会があるようですね。開発環境や使用する技術はこのようになっていました。 HTML5、CSS3、JavaScript などのフロントエンドで使う言語が求められるようですね。またメディア関連に携わることから WordPress なども使うようです。応募の条件はこちらの3つ。 HTML5、CSS3、JavaScript でのレスポンシブサイト、スマートフォンでも見れるサイトの経験が2年以上必要なのと、GARP など複雑な処理を自動化してくれるタスクランナーの利用経験が必要のようです。それ以外は要件定義や設計などの上流工程の経験や新しいことにチャレンジする意欲があれば問題なさそうですね。気になる年収は400万円から600万円となっていました。400万以上を目指せるため年収としては悪くないようです。2件目は仮想通貨などを扱う企業の API エンジニアの案件です。こちらも仕事の内容を見てみましょう。 Web またはアプリ向けの API を設計開発する仕事のようです。開発環境や使用する技術についての情報はありませんでしたが、応募の条件はありました。C# を使った .net 系の開発経験が5年以上となっているため、やや経験面が重視されそうですね。また API に関して言うと、スワッカーと呼ばれる API が管理できるツールの経験があると歓迎されるようです。気になる年収は500万から1000万円となっていました。経験次第で最大1000万も目指せる案件ですね。このように API 開発スキルには様々な案件があります。年収ごとの案件数の違いも見てみましょう。400万から600万ぐらいまでの層が多いですが、800万以上の案件も132件もありました。 API 開発スキルがあれば高年収を目指しやすいかもしれませんね。ここまでが API 開発スキルについての解説でした。4つ目のスキルは IoT もののインターネット開発スキルです。 IoT 開発スキルとは IoT を開発するスキルのこと。 IoT とはインターネットオブスイングスの略称で、これまで通信機能がなかったものにインターネット接続できるようにした製品のこと。例えば Apple Watch は代表的な IoT 製品の一つ。時計にインターネット接続ができる機能を搭載しています。 IoT 開発スキルに必要なスキルは次の5つ。ハードウェアに関する知識、
ネットワークに関する知識、プログラミング言語のスキル、データベースの知識や SQL のスキル、データ分析に関するスキル、これまでお伝えした需要の高いスキルと比べると、ハードウェアやネットワーク、データ分析に関する知識が必要ですね。実際に機械の中の処理も考える必要があるため、物を作ってる感覚は強くなるかもしれません。次に IoT 開発スキルの求人情報を見てみましょう。先ほどと同様、求人サイト Indeed にある案件の中から2件調べてみました。1件目は IoT やロボットなどを開発する企業の案件です。こちらも仕事の内容を見てみましょう。自社商品のスマートフォン向けアプリケーション開発がメインのようです。開発環境や使用する技術は次のようになっていました。 Linux などの OS の知識、 AWS、Amazon Web Service や Azure などのクラウドの知識、プログラミングスキル、 iOS などで Swift は必須などが必要のようです。応募の条件は次の通り、開発環境で紹介した技術についての知識プラス事業運営をする立場で仕事をしたい方を求めているようです。気になる年収は400万から800万円となっていました。事業運営をする立場となると年収800万など期待はできそうですね。2件目は IoT デバイスエンジニアの案件です。こちらも仕事の内容を見てみましょう。業務を選ばず様々な仕事を担当するようです。開発環境などについては情報がありませんでしたが、応募条件は次のようになっていました。マイコンやセンサーなどを使った開発経験や電子回路基板の設計開発経験などハードウェア面のスキルが特に求められるようです。またものづくりに対するこだわりやプロジェクトを引っ張っていくリーダーシップがある人を求めているようです。気になる年収は500万から999万円となっていました。最低年収が500万からとなっており、最高だと1000万程度までになるようです。このように IoT 開発スキルには様々な案件があります。年収ごとの案件数の違いも見てみましょう。300万から500万の層が厚いですね。 IoT エンジニアは求められるスキルが多いので、経験によってやや年収に差が出ているようです。しかし年収700万以上でも307件案件があるため、経験を積めば高年収を目指すこともできそうですね。ここまでが IoT 開発スキルについての解説でした。最後に5つ目のスキルは AI 人工知能開発スキルです。 AI 開発スキルとは文字通り AI を開発できるスキルのこと。具体的に言うと次の5つのスキルが必要です。 1. 数学的な知識、 2. データベースの運用知識、 3. ビッグデータの解析知識、 4. 機械学習フレームワークの知識、 5. 機械学習ができるプログラミング言語の知識、数学、データ解析、機械学習といったより深い知識が必要となります。 Python やGo などの言語を使うことも特徴です。次に AI 開発スキルの求人情報を見てみましょう。先ほどと同様、求人サイト Indeed にある案件の中から2件調べてみました。1件目は国家資格受験のためのオンライン学習サービスの AI 開発案件です。こちらも仕事の内容を見てみましょう。 AI 開発のためアルゴリズムを設計実装する業務やビッグデータを分析するような業務もあるようです。また開発環境や使用する技術について求人サイトにはありませんでしたが、公式の採用ページに応募資格が以下のように記載してありました。 Ruby on Rails と呼ばれるプログラミング言語、 Ruby で使う開発フレームワークなどを使ったサーバーサイドの開発経験や JavaScript などを使ったフロントエンドの開発経験、どちらも必要のようです。気になる年収は504万から702万円となっていました。経験は求められますが、最低年収が500万以上なので高年収が目指しやすそうです。2件目は人工知能研究部によるサービスの開発案件です。こちらも仕事の内容を見てみましょう。ディープラーニングなどを使った AI 開発やビッグデータを活用した開発などがあるようです。開発環境や使用する技術についての情報はありませんでしたが、応募資格に次のような情報がありました。機械学習などを使った AI の研究経験が必須のようです。また言語としては C++、Java、Python などが必要となりそうです。気になる年収は538万から1104万円となっていました。
研究職ということもあり、高年収が見込めそうですね。このように AI 開発スキルには様々な案件があります。年収ごとの案件数の違いも見てみましょう。年収300万から600万以上の案件で見ると、いずれも1000件を超えています。また年収800万以上も約500件以上あるため、高年収を目指しやすいと言えるのではないでしょうか。ここまでが AI 人工知能開発スキルについての解説でした。ここまでの情報をまとめると、1サーバーサイド開発スキル、2クロスプラットフォーム開発スキル、3 API アプリケーションプログラミングインターフェース開発スキル、4 IoT もののインターネット開発スキル、5 AI 人工知能開発スキルの以上5つが実は需要の高いスキルでした。今回の動画をまとめると、需要の高いプログラミングスキルは次の5つ。1サーバーサイド開発スキル、2クロスプラットフォーム開発スキル、3 API アプリケーションプログラミングインターフェース開発スキル、4 IoT もののインターネット開発スキル、5 AI 人工知能開発スキル。スキルの年収ごとの案件数はこちらになります。今まで需要の高いプログラミングスキルがわからなかったという方も、この動画を見ることで需要の高い5つのプログラミングスキルや案件の例、必要なスキル、年収の例などがなんとなく理解していただけたと思います。この動画が参考になったと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントもしていただけると嬉しいです。これからも分かりやすい動画をどんどん配信するので、楽しみにしていてくださいね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。